ラグビー大学選手権準決勝戦は1月4日東京国立競技場で5万人の観衆を集めて行われました。関西の優勝校同志社と関東の雄早稲田との準決勝戦。昨年1回戦で早稲田に負けている同志社はフォワードが頑張り互角の試合ぶり。しかし前半18分早稲田がペナルティーゴールで3対0。22分、早稲田バックスの桑島が右ラインを突進。一度は倒れながらもトライに成功。7対0とします。しかし同志社も25分、ノーホイッスルトライで7対6に追い上げました。後半、風上に立った同志社ですが、早稲田の厚い防御の前に、大型フォワードもプレーを寸断され、ゴールを奪えず、一進一退。14分。早稲田坂本がペナルティーゴールを決め、10対6と引き離します。同志社も21分、松尾がペナルティーゴールに成功、1点差と迫ります。しかし同志社の健闘もここまで。昨年に続いて早稲田に惜敗、10対9で無念の涙を飲みました。